はい。皆さん、こんにちは。レクセンニコーの赤木です。えー、それでは、え論文問題、実践学習、実践演習の学習法というね、そういうタイトルで、えちょっと私の方から、まあ、約50分から60分ほどですね、えガイダンスの方を始めていきたいというふうに思います。まあ、一応、このガイダンスの目的ですけれどもね、これからまあ、論文の勉強をしていこうというね、そういう方向けのお話になってきまして、まあ、一応、講座としましてはね、2年目の講座で私がライブで担当している合格答案作成講座というね、その講座に関する、まあ、案内に近いというふうに思っていただいたらいいかな と思いますで、その、まあ一応ね、講座の案内も、まあ、兼ねてですけどもね、どういった勉強方法を論文用ではしていったらいいかというところを、この1時間かけてね、お話ししていこうかと思っております、はい。早速ですけれども、お手元のレジュメですね、これに沿ってちょっとお話をしていきたいなというふうに思ってますけれども、まあ論文に対してね、どのような姿勢で、何をどう勉強するのかというね、こういうお話をしていきたいなと。で、最後の方にですね、実際に問題検討の方法ですね、私だったらこういうふうなアプローチをし していくよというね、こういう話も最後の10分ほどできたらなというふうに思っています。はい、早速ですが第一、今後の学習方針等というところで一番の1ページのところね、ちょっとご覧いただけたらと思います。一応皆さんね、入門段階は過ぎてるだろうという前提でお話をしていきます。ある程度のね、7科目のインプットが終わっていると、そういう状態で臨んでいただいているというふうには思ってるんですけれども、さあここから先、予備試験来年受けるとか、あるいはね、今年来年ローンの入試受けるという方が受ける。 だろうと思ってるんですけども何をいつまでやるべきかというところのねそれぞれのスケジュール感はちゃんとねしっかりと持っといてくださいで、えー、仮に来年の予備目指すんであればまあ今年中に論文は一応は確立しといた方がいいということになるんでしょうねえー、来年の予備目指すというのであればねえー、来年入ってから初受験で、ね、担当を受けるということであれば結構担当対策に時間取られますんでねえー、論文確立するとしたら今年の年内というね、えー、そういう話になるんじゃないかなとは思われますで えーと今年もね、老、えー、を受けるということであればね、えー、ちょっとね、えー、この合格との作成講座の途中で老入試が迎えてしまうというね、えー、そういうことになるかもしれませんけれども、まあ、それにしてもやっぱりね、今年中に論文力の完成というのが必要になってきます。まあ、それぞれですね、えー、何がね、えー、一応、ね、第一志望でとかね、その辺はあるかなとは思うんですけれども。 とりあえずね、ね、えー、論文の学習ということでいくと、今年いっぱい、まず勝負というね、えー、そういう感じで思って臨んでいただけたらと思いますが、ただ、合格ラインがどこかというのもちゃんと意識はしといてください。あのー、完璧主義の方がね、結構、まあ、この、えー、法律の学習者の方には多いんですけれども、完璧主義でいくと、まあ、はっきり言ってね、えー、どこまでいってもですね、なんか論文力にもやもや感がね、自信がないというね、こういう状態が続いていくと思います。で あるる程度かかけたら受かるんです、ね、現状の司用試験も予備試験もそうですけれどもねあの5割の得点で論文は合格しちゃうんですよねなのでそのラインに何とか行くんだというふうな問題意識を持ってください第1の2行目書いてますけどね論文本番で何が出ても一応の水準はたどり着いて超えてるとこういうふうなところにまず行くことを想定してくださいまあ論文試験では 今まで見たことのない事例問題が出て、でその事例問題に時間制限の中でねある程度のことを答えなきゃいけません。で不合格になる人は全科目うまく書けてるというね、えー、ごめんなさい、えー、合格する人は全科目うまく書けてるかとそうじゃないんですよね。沈む答案を作ってないです。 だから相対的に浮かぶんですね。逆に言うと、不合格になる人は何か1科目、いしは一科目とは言いませんね。2科目、3科目とドボンを作っていると。で、この 2, 2科目、3科目、ドボンを作るから不合格になるというね、そういうまあ弱点の発想で考えてください。なので、論文力である程度こうね、安定した、えー、合格ラインに乗っけたければ、一応の水準を各科目絶対超えることと。 こういうことになってきますね一応の数字を絶対に超えるこれを論文力で身に見つけてくださいじゃあそのために何がいるのかとなってくると論文でいければ基礎知識の確率ですね、えー、誰もが書けるべき知識を絶対に落とさないということと誰もが考えるべきポイントに対してはちゃんと答えるというところになってきますね。えー、そこを外さずにやってったら一応の数字にはたどり着きますいいですかね、えー、ここの一応の数字にたどり着くためには何がいるか 特別なな知識能力がいいるわけじゃないです、ね、1年目でやるべき入門レベルの知識に関してまずはベースとなる基礎知識を確立するその上で論文用の 基本的な検討スキル、それから各スキルですよね。このあたりを確立する。もうこれで5割ラインは超えていきますんでね。あまり高望みしてホームラン打てるようにしようとかね。それはちょっとね、対象外と思ってくださいね。ホームラン打つんだったらさ、打っていただいて結構ですけどね。狙って打てるもんじゃないのでね。野球とまあ近いようなところあるかなと思いますけどね。ホームラン狙ったら空振りがね、一応可能性が高まってしまいますので。ここは確実に来た球を打ち返すというね。そういう勉強法をする。そういう意味では全科目なんですけれども、 基礎知識の確立逆に言うと弱点の発見穴埋めですねこれがここから先の まあ論文でもそうですが、卓越でもそうですが、基礎知識の穴ですね。これを発見して埋める、発見して埋めるというね、えー、そういうところを重点的に見るという感じで持っとってください。はい。で、できる限りですね、えー、今年12といううになりますけれども、まあ各科目が7科目ありますんでね、えー、この科目はいつまで、この科目はいつまでというね、えー、それはまあこの、えー、合格等の作成講座とかそういったね、講座で、えー、一応ペース配分していただいたらいいかなというふうに思いますけれども、あのー、できる限り自分単位のね、 ざっくりとした、えー、月単位のスケジュールをね、それなりに自分なしに、自分なりに作ってみてください。えー、その上でね、臨んでいくのがいいかと思います。はい。そういう意味で、まあ、第一、今後の学習方針ではありますけれども、まあ、論文に絞ってお話します。えー、論文に絞ってお話すると、まあ、論文には、スキルつけるとして、インプットアウトプットの両方のスキルが要ります。で、どちらにしても、 基本の穴埋めです基礎知識の穴があったらこれは埋めるアウトプットでも基本的な検討スキルこれの確率これが最優先順位と思ってくださいいいでしょうかねインプットにしてはこれは、ね、基本の穴埋めこれが最優先 アウトプットについても基本的な検討スキルの確立この2つを1年間とりあえずはまずはやろうと特に論文に苦手意識持っている方はおそらくこのどっちかないしは両方に不安がある方ですどちらかに両方に自信がある方両方に自信のある方はこの講座を受けなくても,もう受かるだろうというね <laughs> それぐらいのレベルになってると思いますが逆に言うとだからこのどっちかに 不安があるから、まあ、このね、2年目の講座を検討しようという方が多いのかなと思うんですけれども、やっぱり、なんだかんだ言って応用的な、ね、そんな先端の細かい知識はいらないんです、ね。大事なところをちゃんと書けるようにする。で、ちゃんと、ね、そういった大事なところが書けるような基本的な検討スキルをしっかり持つというね、これを最優先にね、持ってやっていってください。で、あとはプラスアルファと思ってくださいね。基本の穴埋め、ね、インポートでもちろんね、やっていただくことになりますけれども、 プラスやらなきゃいけないところでいくと実は論文ではインプットの中では条文が意外に大きなウエイトを占めます別に条文の文言を覚えるというわけじゃないですでこの条文のインプットって一体何なのかというと結構驚かにしてる人がいるんですが条文番号です。会社法で 役員の責任追及ときたら423もうこれドンピシャでね入らなきゃいけないのと同じ利益相反3561525とかねそういうのをドンピシャで言えるぐらいまで条文の知識を高めなきゃいけませんこれもインプットの一つと思ってくださいこれはまあ基本といえば基本ではあるんですけれども基本まああのテキストベースでね、えー、基本は持っていただいたら結構ですがそういった基本テキストベースのそのね、えー、その規範とかを抑えるというところはもちろんですけれどもそれ以外にやるべきは 結構、インプットとしてはね、条文番号のインプットというのはできる限りね、早い段階でやるようにしてください。特にこれは民事系でものすごく重要になってきますんで、えー、この条文番号に対するインプットというのをね、えー、結構おろそかにはしないようにしといてください。えー、条文番号を聞いて、え、何それってね、ならないようにね、えー、会社法なんか特にこの条文で、 決まるね民法でも今後、条文で決まるものも出てきますんでね、424の2と聞いて、え、何とかね、えそうならないでね。えね、差外公取り消しの中の相当価格の処分だとかねえ、そういうのもちゃんと条文がパンと出てくるねえ、それぐらいに高めていくというのが非常にインプットでは重要だと思ってくださいで。アウトプットはもちろん検討スキルの確率ももちろんではあるんですけれども、プラスアルファ、ちゃんと時間内に書く。 という意識づけですまあ基本的な検討スキルは、まあ、問題何度の何度も解いていく中でおのずと身につくと思うんですけれども時間制限というのもちゃんと意識してください。アウトトプットで だら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 検討してたら、それは誰だって、ねえー、ほぼ完璧な答えは書けるだろうと思いますけれども、それは求められていませんので、ねえー、予備試験であれば70分で1科目終わり、書ききらなきゃいけませんからね、えー、その時間内に書ききるというふうな中で合理的、まあ、最も、ねえー、その70分の中で最大限たどり着けるところまでいけるような、ねえー、そういう論文にしたいというところでありまして、ね、時間内に書くという意識づけの中でのアウトプットの要請というところを、ね、意識しておいてもらったらいいかなと思います。はいまあ、そういうい意味ではもう 実際にやっぱ何問かはね 論文で書いてみるというね、えー、そういうのもまあ必要になってくるだろうと。ね、問題検討で、えー、事前にこう問題読んで、で、答案構成書いて、これで終わりじゃなくってね、えー、答案構成して、で、できたらまあ70分の間で書き切るみたいなね、えー、そういうのも何回かはやっぱりやっておくべきね、えー、そうしないと、えー、時間制限の中で書き切るね、ああ困った、あと何分だとかなった時にね、何を端折って何を書くかとかね、えー、そのあたりのこうね、主者選択というのも身につかなくなってくるんで、やはりまあある程度書くというね、そういうことは意識しながらやっていきましょう。はい。とりあえずまず、 第一のところは総論の話なんでね総論的なところでいくとインプットアウトプットどちらもね、えー、ちゃんと意識しておきましょうということでまあ12と、ねえー、優先順位つけるとしたらこういう順番で、えー、ちゃんとやっていきましょうというところをね、えー、やっていただければと思います。はい、えー、第二 ちょっと講座の案内になりますが、えー、合格動案作成講座の概要ということで、まあ、一応ね、えー、合格動腕作成講座がどんなものかで、えー、講座の中では皆さんにどうしてほしいかというね、えー、そういったところをまあ第2のところでお話しします、はい、で一応講義の内容ですが2種類あります、えー、0番ということで書いてますが講義編と答案作成編の2つありまして、えー、講義編は基礎知識の確認というねそういう講座ですなので、まあ、入門講座の ダイジェスト版みたいなね、えー、そういうのが講義編と思ってください。基礎知識をね、論文用の基礎知識を、まあ、かなり薄いテキストを使います。ね、民法では360ページぐらいで、もう全体収まってる。ね、会社法も150ページぐらいで収まってるっちゅうね、えー。そういう、まあ、ちょっとコンパクトなテキストを使って、最低限の知識をね、えー、ちゃんとこの範囲の最低限の知識は抑えてねっちゅうね、えー。そういうのを、まあ、一応ね、テキストで皆さんには見ていただきます。これが、まず講義編ですが、講義編は、ある程度インプット終わったよ、そんなに不安ないよという方はまあいらないかと思いますが、えー 若干ちょっとインプットに不安があるという方は講義編を、ね、見ていただくのはお勧めします、まあ、特に私のクラス、ね、民事系の検討の仕方は、ね、他の先生とは、ねまあ、違うとは言いません他の先生よりもかなりちょっと、ね、レベルが若干高いというふうに思っていただいてもいいかもしれませんけれどもあの民事系の問題検討のスキルですねこれまあインプット編の講義編の中に、ね、もうかなり問題検討スキルまで入った形で、ね、やってますので、まあ、1年目の入門講座なんかであまり主張反論で考えてこなかったいう,ふうな方ですね そういう方は講義編のテキストを見てあ 主張反論で考えるとこうなるのかとかね、その辺の再発見とかも多くなるかなというふうに思いますので、まあ、主張反論という形で、えー、インプットしてない方はね、えー、講義編も再度ちょっと見ておくことはお勧めしたいなと。でも、メインは答案作成編です。で、この答案作成編って一体何するかっいうと、各科目ですね、えー、回数、だい大体い、まあえー、民法だとえ6回ですが、えー、商法だと3回とかね、えー、回数かける20問ぐらいの問題集が配布されますんでね、その問題集を 私だったら初見でどう検討するかというねそこを講義の中でお話ししますでその講義を受けていただくにあたっては当然事前に皆さん問題解いとかないとねなんでそんな思考するのかとかそういうねその講義を受ける実益が大きく減ってしまいますのでここは答案作成編に関してはできたら事前に問題検討して自分の答案構成作るってねそれをした上で臨むという感じにしてくださいでこの講義編答案作成編ちょっとね先ほど言ったことと被りますけれども 初見でどう考えるかの思考過程ですねこれを皆さんに示しますんでこれを大いに吸収してください。その思考した結果の論点の中身とかそういったところはもういいです。 それよりもどう考えるかというねその考え方ですよね、これをマスターしていただくというのが、講義編じゃない、答案作成編の大きなね一応目標ということにはなります。初見で一定程度のことはクリアして、できるだけ上に積み上げるために、じゃあどういうふうなことをしていったら、ね、いいのかというね、そういうところを、この講義編じゃなく答案作成編ですね、答案作成の方では考えていくというふうに思ってくださいはい。 で、えー、大体毎回20問ずつ検討していきますんでね。えー、その分の、まあ一応皆さん予習ですよね、えー。これをしていただくことになります。で、えー、事前にまあ問題検討ね、えー、ランク付けして,ますしていきますんで、まあ A ランク、B ランク、C ランクとありますけれどもね。これはちょっとすみません、えー。初回の講義の時に配布しますんでね。えー、すみません、えー。初回はちょっとね、ランク関係なくちょっと問題検討していただくという感じにしていってください。はい。えー、扱う問題は、新試の問題、新小試験の問題、予備試験の問題、旧小試験の問題ですが、 予備休止が多いと思ってください、ね、えとりあえず問題検討の中では予備と休止が非常に多いかなという感じでありましてまずは休止の問題から入って、ねでえー、予備の問題検討してで時間最後、ね、余力があると新唱試験の問題も扱ってというふうな感じで考えてますがちょっと全問扱うかどうかは司、ね、法試,試験の問題は特にですけれどもまあ 検討できて1問ぐらいというね、えー、そういうふうに思ってください。まあ時間の兼ね上がりますのでね、少子験の問題についてはまたね、えー、これはまあ別の講座という形になる可能性が高いかなと思いますが、予備と休止はそれなりにというかね、相当潰せるというね、えー、そういう講座になるのかなと思ってください。はい。じゃあどういうふうな事前準備したらいいかということで、次のページですね、2番。 はい、2番、講義前の準備ですけれども、基本的にはやっぱりね、当案構成メを作っていただくということになるんですけども、私の思考過程を講義の中で示しますんでね、そういう意味で、えー、と自分の書いた当案構成と、私の思考過程との対比できるようなね、そういう風な事前準備していただくのが一番いいかなと思います。なので、例えば、こう栄養のルーズリーフで書くときにね、ちょっと右、3分の1ぐらいは開けといて、自分の当案構成はこう書いていくと。で ここに余白をちょっと作ってそこにですね発見したことであるとかあるいは見つかった課題とかそういったものをね書き込んでいけるこういうふうな、まあ、ノートをちょっと作っていくのをおすすめします、はい、で,できたらまあね1、えー、問でで 1> 1ページとかね、えー、それぐらいな感じでこうやっていく方がいいのかなというふうに思いますけれども、まあ、一応左に東案構成右にまあ発見したことに見つかった課題あるいはまあね、えー、おすすめの思考過程ですよね思考、はい、過程などね思考、えー、過程の修正ですよねあこういうふうに変えなきゃいけないんだなとかね、えー、そういう思考過程もまあ右のページに ページの右側に、ね、書いていただくというふうなまあ答案をね答案中か用紙を作っていただけたらと思いますで,できたらですけども先ほどのお話じゃありませんが時間内に書くというのも、ね、必要でして時間内に書くためには検討時間も一定の時間制限して考えていただく必要がありますで九死法試験の問題と予備の問題が多いので検討時間は20分を上限にしといてください 1> 1問あたり20分上限で考えておいいくださいなので20分で分どこまでというのもねちょっとできたらこれね20分でできた範囲ですねこれも分かるようには置いといてください。20分でできたのはここまでとかねそういうのわ分かるようにしてください。 20分で年中までしかできなければ結構、そこまでに無駄な思考が入っているとかね、無駄な作業時間が入っているという可能性がありますので、えそこはどこかというのは発見するね、そういう手がかりにもなりますので、時間制限とかもしながら、ね、えー、これをまあ1問当たりね、1枚使っていくとか、1問当たり1ページ使って、一応やっていくという感じにしてくださいはい。 ちなみに、答案構成に書く内容ですけれどもね、自分がそこから答案作れる素材ができたら結構ですので、まあ、慣れれば短くなって結構です。で、私だったらどんな答案構成するかっちいうのう一応最後の第4の問題ですね。えー、それでちょっとね、私の答案構成だったらここまで書いたら書けるっいうね、そういうものを皆さんに示していきますけれども、まあ、本当に短くて結構です。で、自分だけが分かればいいので、自分だけの略語とかね、それもどんどん使っていただいて結構ですので、この答案構成っていうのはね、綺麗に書くことが目的じゃありません。 20分の間に自分がそれを見て答案作れるだけの素材を残すというねそれが目的ですのできれいに作ることは目的にしないでください。いいでしょうかね、えー、ここのところで、まあ、完璧主義者ですねきれいに作るんじゃないよときれいに作るのではなくこれを見て答案を作れる。 ベース。これができれば OK ですので、もう略語 OK。汚い字で OK。ひらがな羅列、カタカナ羅列。ウェルカムです、ねえー。そういうことでもうどんなね、綺、え、麗、ー、な 答案構成なんかはもう求めてませんのでね、自分が分かればいいよ、ねえー、そういう前提で見てください。なので、私、第4でね、また見せますけれどもね、こんな答案構成ありなのみたいなね、見るかもしれませんが、もうそれでね、えー、いいんだよと、自分がそれで分かればいいからね、えー、それでいいんだというふうに思っとってください。はい、であとですね、えー、詰まったり分からなかった部分と多分出てくると思います。詰まっったたり分かからなかった部分は 右側に書いいいてください、ね、この問題、あ、ここで済まったとかね、ここ分からんかったというのは、ちょっと色変えて書いとくといいですね。色変えて書いとけば、これは見える化します。弱点が見える化しますんでね。で、弱点が見える化します。その弱点が どっちの弱点によるのかを分析してください。基本が足りないからそこが出てこなかったのか、検討スキルに問題があるから出てこなかったのか、そこはですね、弱点の原因がインなのかアウトなのか、どっちが原因で詰まったり出てこなかったのかというところははっきりさせるのが望ましいと思います。はい。まあ、米印二つ目に書いてますけどね、えー、詰まった分、よくわからなかった分、自信自信の自信が間違ってるな、え信、ー、のシーンですね、えー、信じるですね、え信、ー、のなかった部分をはっきりしておくね。ね、えー、これは弱点の、 見えるかといいううね、えー、そう思ってください弱点の見える化でその原因がインにあるのかアウトにあるのかそれをちょっと考えてくださいでインにあるんだったらこれは基礎知識の補充するしかない,で,すい,いで,すか、ね、でもアウトにあるんだったらこれは検討方法に問題があるということになりまして、まあ、検討スキルを身につける。で スキルの問題よりもこうやってちょっと応用力の問題になってないこともあると思います基礎知識は分かったけどもそこからどう使えばいいかが分からなかった,かっ,たっていうね、えー、そういうふうな時ももちろん出てくるとは思いますけれどもそれであれば応用の仕方を真似る盗むというね私のまあ講義の中で示す、ね、考え方なるほどこんな応用の仕方があるのかっていうね、えー、そういうふうなところを盗んで、えー、今後に生かしていくというふうにすればいいんじゃないかとは思いますはいということで、ねえー、このまあ答案 構成メモ用紙ですねこれがいろいろな、ね、その弱点発見の、まあ、一応スキルにもなってくる弱点発見の素材にもなってくるだろうしさらにそのアウトプットの、ね、課題を見つけるアウトプットの,そのスキルを、ね、とりあえずこう書き込んでいくようなそういうい素材もなってくると思いますが出来上がったらさらにもう一個ですねプラスアルファ基本テキスト おそらく1年目で皆さんがインプットで使った講座のテキストがあるはずですのでそこの基本テキストに弱点は書き込んでください書き込むまたはですね視覚化ですね見える化してください例えば即時取得の 戦友始めたの要件のところの解釈が出てこなかったらそこがまあ苦手なわけだからそこに戻ってですね。戦友始めたのところここ苦手だよってことで付箋ペタッと貼っとくとかね。え、あるいはそこを色変えたね、マーカーで。 マーカーしとくと。まあ、そういうのもあると思いますが、ちょっとマーカーしちゃうとね、一回マーカーしてしまうと消せませんのでね、えー、外していける、弱点克服にしたときに外していけるように付箋の方が僕はいいと思いますね。えー、これ弱点付箋だということでね、えー、まあちょっとね、えー、細めの付箋なりね、えー、そういうのをちょっと用意していただいて、えー、その付箋でやっていく、視覚化するっちゅうね、えー、そういう感じしてください。で、えー、弱点だ、インプットの弱点だとなれば、これは即座に、まあ、突貫工事でもいいので、えー、とりあえず覚え直そう、考え直そう、ね、理解し直そう、これやってくださいね。 その場で理解し直し直てとりあえず克服努力をするプラス弱点なのは1回2回では克服できませんので繰り返しやることも意識してください1回目いつ2回目いつ3回目いつというのねそういうのもやって繰り返しちょっとね見つかった弱点については繰り返しインプットする対象できたら短期間で3回2週で3回ぐらい見直すとね ある程度は入ってくると思いますし繰り返しインプットプラス再度解くですね繰り返しインププットプラス再度解いて確認で私なりにやってた方法ではありますけれども苦手だと思ったところですねその苦手を発見した問題番号を書いておくんです。 でその問題番号を書いておいてで、えー、ここ克服できたかなという時にその問題もう一回解いてみるのねでそれでちゃんと解けたってなったらそれはもうそれで OK なわけですなので、えー、ここの弱点克服できたかどうか弱点付箋を外すかどうかの一つのメルクマールですねこれはその苦手を発見した問題を再度解いて自信持って解けたらそれはもう克服できたというふうに思っていただいたらいいと思いますそうやって弱点を、まあ 見つけては潰す、見つけては潰すというね、えー、そういう風なやり方で、どん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 基礎の穴を埋めていくという風なことをね、やってもらえたらいいんじゃないかなとは思っております。ははい、えー2番まあ、講義前の準備ではありますけどもね、えーもう 講義前の準備段階で見つかった弱点はもうそういうふうにね、どん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 先走ってやってもらうというのが望ましいと思います。はい。えー、講義聞いた後の復習。まあ、これもね、できる限りやってください、えーで。講義やった後の復習ですけどもね、ばっちり自信持って解けた問題で。しかも私の思考過程とほぼ一緒だったら、もうこれはもう問題としてはもうね、2回目不要というふうに思ってください。そういう問題も2回、3回解くね意味はありませんので、えー、そういうの問題もね、復習不要です。復習いるのは逆に。 自信持っって解けなかった問題あるいは講義を聞いてあこれミスったという問題これが復習対象ですねなので復習するのはそういうふうに自信がなかったか講義聞いてちょっと不十分さを感じた問題これが復習対象と思ってください。でその時にじゃあ 解けなかった、自信がなかった原因は何かということでもう一回ここでまあ原因発見ですよね。インプットに原因があるのか、アウトプットに原因があるのか、その辺を考えてなぜ、ね、解けなかったか、えー、基礎知識が足りなかったと、やっぱこれは弱点だなということになってくるし、それからアウトプットの問題であればノウハウが不十分だった、ノウハウをちょっと増やしていこうというふうにしていただくといいと思います。ちなみに、えっ、ー、との、アウトプットのノウハウなんですけれども、えー、これは 講義編、当案作成編かごめんなさい。当、えー、案作成編の第1回で、私のノウハウのノートですね。えー、一応、問題、7科目の問題検討の手法ですね。これまとめた1冊の本、1冊のレジュメかな、えー。これ配布しますので、そこに書き込んでいただいたら、もうそのノートさえ見れば、えー、ノウハウが全部わかるというね、えー、そういう素材が出来上がると思いますので、えー、そこにもうノウハウはどんどん書き込んでいくね。そのレジュメに書き込んでいくという感じにしていただくといいと思います。はい。 まあそういうことで、えっと、講義のまあ準備に際してはそんな感じでね、論文の臨んでいただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、第3のところは、 問題の検討方法になってきます。で、えっ、ー、と、これはもう全科目共通に近いかなというね、えー、そういうところのお話が第3に書いてますが、まあ、原告側、被告側って書いてるので、まあ、基本民事系の発想に、ねえー、なってきますが、刑事系でも要は検察官と被告人に置き換えたらいいだけでね。で、広報系になったらですね、訴える側と訴えられる側ね考え分けたらいいわけでね。えー、そこのところは結局論文の発想一緒ですからね、全科目一緒、原告側の主張被告の反論を考えるというね、この 構造自体は全科目一緒ですので、えー、その中でね、えー、論文検討できるようにしてください。で、ほぼ抽象化できます。えー、時系列まず整理した上で、丸の2ですね、原告側の主張を考えて、で、条文、判例等から要件の充足性を検討していく。まあ、そのスタイルがまず出発点になっていきます。で、ここは民事系のところでは特に丸の2ですね、ここで死亡するとアウトですね。えー、原告の主張のところで、 検討を外すと大きくね大失点ということになりますので、これ民事系では特に原告の主張慎重に特定してください。一つとは限りません。もしかしたら物件債権両方あるかもしれません。で債権の主張の中でもね薬剤債権と法定債権両方あるかもしれません。幅広くね、えー、ここの原告の求める主張ですね。物件債権幅広くで債権もねぶ三種類ね薬剤債権法定債権代取り消しなどと言っていきますけれども、そういう風うにちょっと幅広くね原告の主張を考えれるようにしてください。で。 原告の主張が特定できたらあとは要件検討ですからねその要件を充足するかどうかを、ね、裁判官の立場でまあ検討していくというふうなスタイルがあればままずは、OK、だと思います次被告の反論被告の反論何するかっいうと大体いい否認か公明かのどっちかですんでね、えー、否認であれば、まあ、否認の主張を書いていただいて自分のあとはね、えー、それに対するまあ答えを自分で書いていくと、まあえー、否認に対してどう思うかでねどう考えるべきかっていうのを考えていただいたら結構です。 公弁であれば、要件充足性、別途検討が必要になります。えー、公弁の累計、これは民事訴訟法の話になってきますけれどもね、えー、権利消滅、権利不発生、権利行使、阻止、えー、こういった3種類がありますので、でその3種類の公弁 一つとは限りません、えー。司法試験の問題なんかだとね、公弁3種類ありまして、3種類とも考えなきゃいけなかったとか、そういう問題も出てきますんでね、えー、ここも公弁も幅広く持っとくといいと思います。まあ、ここも民事系のね、えー、私のまあ、講座を受けていただいたらほぼですけれどもね、えー、その、原告の主張被告の反論の頭の枠組みですね、えー、これはもう出来上がるかなというふうに思いますので、まあ、その辺は講義受けていく中でね、えー、そのうち身につけていただけたらなというふうには思います。はい。とにかくまあ、原告の主張被告の反論というね、えー、それの出発点、 それから2つ目の出発点ですねこの2つを大事にして検討するようにして,いてくださいで民事系でおおむねここまでで合否決まります原告の請求しっかりと間違えずにかけている被告の反論間違えずにかけている、まあ、間違えずにっていうのはちょっと語弊ありますが最低限の条文に基づく知識最低限のその基礎判例に基づく 記載ですね。これができていれば、原告被告の反論のところまでで、ほぼ合格答案かどうかがわかりますね。ね、えー、そういう意味で、えー、2、3のところはかなり慎重にですよね、えー。問題検討の際にはね、2、3のところが非常に大事だぞと、こう思ってください。はい。で、必要に応じて、丸の4以下です。最高弁等以下ですね。あれば検討しないら結構かなとは思いますけれども、まあ、おおむね原告の主被告の反論で話は終わるというね、えー、そういうことが多いんじゃないかなとは思います。はい。 えー、論点を探すという意識は外してください。 ね、えー、論点探しの頭を持っている方は、えー、できる限り早い段階で、原告の主張の中に必要に応じて論点に触れるというね、えー、そういうスタイルで、あまり論点論点だというね、えー、そういう探し方をするような頭はできたら避けてください。ね、原告の主張はこうだ。だからその条文の要件としてこれとこれを検討する。で、ところでこの要件の中に、あ、そういえばこの問題の事実からすると解釈必要だなというふうに分かってくるのでね、えー、論点探しは1ではなくてね、えー、後回しです。えー、論点探しをね、えー する頭を持っている方は特にねちょっとここはあの民事系で大きく詰まるぞというねそういうふうに覚悟をしておいてくださいという感じですはい、最後困った時のお話を丸のような下に書いてますこれはもうね小試験の問題までやっていくと皆さん痛感すると思います困った時のよりどころなんでしょうというと動かないものです困った時に動かないものって条文まず絶対動きませんからね条文探して関連する条文から考えようとそれまず一個の重要な視点です さらにもう一個当事者の言い分これも動きませんなので当事者だったら何言いたい 当事者だったら何反論したいどう思うというね、えー、この視点というのは絶対に動かない視点になってくるので困った時の寄り床になりますまあこの辺は民事訴訟とか刑法とかでもね、えー、何回も出てくるところだと思いますがまあ商法でもそうですね、えー、民,民事系と政それから刑事系かな、えー、結構この当事者目線と条文からの検討ものすごいね威力を発揮する場面が出てくると思いますがまあその辺はですね、えー、講義の中をお楽しみにしておいてくださいというね、えー、そういう感じにしたいと思いますはい その下米印がいっぱい並んでおりますけれどもね、えー、とにかくまあこれは検討スキルの1つてか検討スキルのちょっとした、えー、一例と思っておってください、えー、まずは原告側の主張ですよねで失点する人で多いのは要件の検討漏れです原告側の請求要件ですね例えば自己取得を原告側が主張するんだったら自己取得の全要件検討してください なんかね答案見るとですね、えー、自己保証の要件の一部だけ検討しててなんかね、えー、全部の要件は全然検討してないという風な答案見たりしますけれども原告の主張を書くんだったら全要件の検討は必ずやってください要件漏らすだけでそれだけで失点ですそういう意味で要件論はきっちりとね網羅するね米印書いてますが網羅ですね、えー、要件検討は網羅するちゃんと全要件に触れる 時効であれば、援用まで含めて要件ですからね、えー。そこまで含めて検討するんだというふうな意識は持っといた方がいいでしょう。で、被告の反論も同様です。抗弁であるならば、その抗弁の要件は全部触れといてください。ね。えー、要件を網羅するというのね、えー、その意識を持っときましょう。はい。二つ目、三ページ上。 まあ、条文の意識、怠らないのは、まあ、これは論文を書くときの問題意識ですね。えー、論文を書くときに条文ね、えー、412条としか書かなきゃダメですね。412条1個なのか2個なのかとかね。えー、そういう日の条文の項、項う、までね、きっちりと書いてください。で、会社法だったら、過去書きかね、ね、えー、それとも柱書きかとかね、えー、その辺のもう指摘もしっかりね、できるといいなと思いますが、まあ、ここも何にせよ、米印ね、条文指摘するためには、 条文番号のインプットがないとなかなかね、えー、時間かかります。この条文番号のインプットっていうのは。 ある意味ですね、条文探しの時間を減らすというね、えー、そういうところにもつながってくるので、検討時間を縮める大きな要因になっていきます。なので、条文番号ですね、できる限り有名なものはドンピシャに近くね、行けるようにしてください。もし友達同士でできるんだったら、条文番号のね、えー、出題クイズとかニアピンクイズとかね、えー、そのやってみるのも一つかなと思いますし、まあ、もし自分でアプリ作れるんだったらね、えー、そういう重要条文のね、制、えー、度から条文が出てくるとかね、制、えー、度見て条文というね、そういうのが、まあ、ま、え、ぁ、ー、ちょっとまあアプリ作ってみるとかね、 えー、そのや,れやれる方やってみたらいいかなと思いますが、はい。えー、とりあえず、条文番号ですね。これは、条文探す時間が一番もったいないんでね。条文探す時間、えー、これをまあできる限り短くするためにも、条文番号はできる限りね、インプット対象にはしといてください。はい。 2つ目、3ページの上から2つ目、定義の重要性、まあ、あまり有質もないかなと思いますけれども、刑法では、ね、実行行為に関わる定義は絶対ですからね、なので実行行為に関する定義は定義集等、まあ、皆さん持ってると思いますけれどもね、それをまずは確実に言えるように書けるようにというふうにしておいてください。で おろそかになりがちなのは、実はその前です。曖昧な要件と書いておきました。えー、定義が大事,大事になってくるのね。例えば民事であれば、ね、えー、歌詞という用語ですよね。えー、これについては定義書ける必要がありますね。工作物の設置か、保存の瑕疵という時の歌詞って何とかね。えー、あるいは過失って何とかね、えー。そういうふうな曖昧な要件ですよね。これに関しては定義が結構重要になってくることがあります。えー、この定義もね、えー、大事なもの。 まあ全部とは言いませんのでね、えー、それなりに大事なものはね、押さえておく方が望ましいと思います。符号って何とかね、必要費って何とかね、えー、そういうふうなまあところもつながってきますけれども、まあ、曖昧な要件ですね、えー、これに関する定義はちょっと重要視しておいてください。はい。で、論文を書く中において、無駄の一つ、反対説批判。私の思う無駄の二つ目、問題提起。はい。えー、この二つは、まあ、あの好きにやっていただいたら結構ですけれども、 だいたい時間内に書き切ることを想定すると小目印3つ目これは一番はしょれるものになっていきます、えー、時間内に書き切れない方で多く見られるのは特にですが問題提起している方ね 問題提起してて、えーっと書き出しどうしようとかね。えー、そういうところで時間を送っててですね、結局最後ね、えー、時間足らずになってるという風な答案は非常に多く見るんですが、この問題提起してるとは,はっきり言ってもゴミですね。ゴミって言っ怒られるけどね。えー、あのご、問題的部分に点があると思い込んでること自体が問題でね。えー、ここ問題提起に本当に点あるのってね、えー、誰も証明できてませんからね。えー、この問題提起の部分というのは、はっきり言うと結論先行で書いたらいらなくなりますんでね。えー、例えばですけれども、えー、 94条2項の類推的の議論まあ問題提起としては虚偽表示もない通報もないで本家の場合に、ねえー、第三者の保護できないかが問題となるとか、まあ、書きたくなる人は書い,た書,いた、えー、書いてしまうんですけれどもそんなしなくていいですよね。 確かに本件で94条1項直接適用できないしかしながら以下の通り94条2項を類推適用できると考えるという風うに結論先行で書いたらいいんですね、問題の素材なんか書かなくたって、えー、結論先行で書いてしまえば規範をね結論先行で書いてしまえば内実は示せたものと同様になりますし書くことに迷いが減りますこの問題提起をしないという決断をすることによって書く時間相当 余裕が出てくるしそれから迷いも減ってくるしね、えー、そういう意味で問題提起しなさいという指導を受けてる方ね、えー、多分多いとは思うんですけれども私のクラスを受けたね日本の方は全然してないしないね、えー、そういう習慣ついてると思いますけれどもこの問題提起が一番時間を食うね、えー、そういう原因になってくると思いますまあいずれね問題提起をやらなきゃっていうふうに思ってた方も時間内に書ききれないというのが積み重なっていくにつれてね問題提起しないと終わりに変わっていくね、えー、そういうのはまあよくよく見てますけれども、まあ、ここの問題提起ですね 持っていただいてもいいと思っててもっます、まあまあ、一応ね、えー、いきなりもう、ね、やめろとは言いませんけれどもね、えー、そのうち自分でね頭打ったときに、まあ、それね、えー、ちょっと削る対象かもなというふうに思っていただけたら幸いですはい米、えー、印4つ目これはまあね、えー、民事系ではあまり使いませんが刑法以下特に軽争ですかね捜査の必要性相当性とかねあるいは憲法だったら審査基準で 目的の必要不可欠手段の必要最小限とかそういうふうな要件が抽象的なものですよねここに当てはめする際には事実評価がポイントになります。で事実評価ってどうするのというところはまあ一応のスタンスがありまして、えー、事実を評価するというのはこれそこに書いてますが「比較」「受け取り」まあ「当事者目線」「一般人目線」 と書い例えばこれもイグザンプルですけどねエグザンプルまあ操作法のお話ちょっとだけ出していきますと室内に監視カメラこれの適法性となんかありそうな話ですね はい、まあ受け取れ方でいきましょうか室内ですよ室内を見られるって一般人から見たらどうすると私生活の秘密空間見られるということで非常に強い不快感を受ける場所というふうに言えそうですねそういった場所は通常省略することが想定していない場所ですので意思に反する 重要な権利の侵害であるということで強制処分に当たるとかいうふうな形のつながりが出てくるわけねここも事実を見たときに一般人だったら室内ということをどう受け取れるかって考えてみてくださいそれで出てこなければ比較するといいですね。屋外とと比比べてどうか似た事実と比較すするんですあるいは反対事実と比較するんです。 そうすすることで評価出てきますね屋外で監視するのと比べて人の見えない場所を見るものであるからそれだけ受け手のプライバシーを強く制約するものといえるこんな感じで比較することできっかけができますんでねあるいは受け取り方を考えることできっかけができますでその後の評価言葉は実は住人十色ですので正解があるわけじゃないです。 評価はとりあえずきっかけが大事なんでねこの事実評価というのは要は比較したりとか受け取れ方っていうのをちょっと考えてみてそこからどう言えるかっていうのを自分なりの言葉で書いたら OK でね、えー、ここのその評価の仕方については正解あるわけじゃないので、ね、何らかの自分なりの評価ができたらばまず「おんの字」とこう思ってください。はいということで、まあ、この事実評価ですね、えー、非常にまあ苦手にする人が法学部出身者は多いんですけどもね、えー、それはなんとかなりますんでね比較する。 受け取り方を考えるね、ね、えー、それをまあ考えていただいたらねだん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 慣れてくるかなと、で一言でいいのでね形容詞1つ、副詞1つ、そんなんでも結構なので、えー、とにかくそういったまあ比較ですよね、えー、これをまあできてやっていくというふうにするといいんじゃないかと思います。はいあとはまあ未知の解釈論とかも出てきますが、これ応用問題ですのでね、ね、えー、未知の解釈論はまあ趣旨から考えるとねまあよく言われますけどね、ねじゃあ趣旨って何やねんと。 と、誰のどんな利益守ろうとしてるかというのをかけたらいいと、ね、えー、そうすると大体、ま、趣旨がかけたということになってますんでね。えー、そういうふうな、ま、視点も持っておくといいですが、これも、ま、ね、あの、応用の一つですので、その地味につくわと、こう思っ,とってください。はい、あと悩むべきポイントっちうのはありますが、これは特に広報系、刑事系であります。結論どっちもいけるっちゅう、そういう事案ですね。この事実拾ったら肯定かも、でも、この事実拾ったら違法かも、とかね、えー、そういうのって、特に広報系にあります。そういうふうに。 1一つの必要性という例えば要件の中に両方向評価できる事実があったら両方拾ってください当たり前ですけどね、えー、両方拾うどうやって拾うのちょっと確かにしかしで並べ替えたらいいんですで自分の思う方向がまずあるはずですからそっちの方向に持っていく方をしかしの後に並べたらいいじゃあで反対方向はとすると確かにのところに並べたらいいということでこの確かにしかしツルーバット論法と言いますけどもね、えー、これは特に抽象的要件の時には 両方向からアプローチこれは絶対必要だだと思っておいてください、ね、両方向どちらもいけそうな事実が並んでいるときには両方拾うんです、両方無理なく拾って、ね、悩みを見せるんです、確かにこの事実からすると違法とも思えると。 確かに室内ということからするとこれは、ね、プライバシーの制約強いものとして違法とも思えるとしかしながらごく1時間ごくじゃないない、えー、く、ね、短時間数秒程度とかね、えー、そういうことであるならば、えー、侵害利益の,その、ねえー、時間継続性としてもね非常に弱いものと言えるのでなので相当言えるとかね、まあ、そういうふうな、まあ、いろんなもん書き方ありますけれども確かにしかしか並べてください、ねえーま、迷ったら両方向を書くこれを原則にしていれば実はこれで良好にいきます。 刑事特に、軽装、憲法、行政法ですね。これができると、一応の水準を軽く超えてね、ね両方にどんどん近づいていくんでね、えー、ここの最後のね、えー、確かに、ね、しかし悩むべきポイントは両方書くというふうに知りされたらいいかなと思ってます。はいということで、まあ、問題検討の方法ですね、いろいろこうノウハウは、ね、あるんですけれども、ちょっと代表的なノウハウですね、えー、そういったところを意識して問題検討してください。ね、これらのノウハウが最終司法試験受けるときまでに、 まあ、正直受けるの受験するまでにね、ある程度確立できているというふうになると思いますので、問題検討を繰り返す中で、これらのスキルをね、どんどんと身につけようというふうにしていただけたらいいかなと思います。はい。まあ、結構スキルの宝庫ってね、言われることがありますけれどもね、えー、結構まあ本当に問題検討スキルは、あのー、たくさんね、えー、あるに越したことはないですね。えー、そういったスキルを、まあ、できる限り身につけて本番臨むというね、えー、そういう形にしていただけたらと思います。はい、えー。最後、実践ということで、九州の14年の問題ですね、これを改正民法版 で今から解いてみるというね、えー、そういう感じにしたいとは思いますけれどもはい第4ですね旧市、えー、の14年の第1問ですね、えー、これの私の答案構成もどんなになるかっていうね、えー、それもちょっと見せていきたいなというふうに思っておりますはい、えー、まあ問題読むときに皆さんどっから読むかですけれども基本的には説問から読むことをお勧めします ただし、今回の問題は、説問よりも上の本文の方が短いのでね、もう上からやった方が早いということになりまして、こういう時は私は上から読みますね。えー、ここ、説問の方が長い時には、説問は後回し、本文から読むと。逆に説問が短ければ、説問の方から読む。ね、えー、こういうふうにしとくといいでしょう。はい、図を書いていきます。 でこの図の書き方も結構いろいろと人によって好みもあったりするんでしょうけども ABC とやるとねどうしても A を左上に書いちゃう人いると思うんですけどねこれやると A があらしまった左に書きたいのに書けないとかねそういうことが出てくるので真ん中あたりから書いときますねで A は妻と共に子 B18 歳の法定代理人として C に対し B が 贈与で取得した高土地これを時価500万で売却したとはい500万で、A、B 代理人 A ということで売っちゃったとで登記もやっちゃいましたでさらに A は妻の良家のもとに売却代金を D に対する500万の貸し金の弁済として支払ってしまったと。で A は D に弁済する際えー、弁済することを非していた売却代金で弁済することは非していたが D は売却代金であるということについては悪意であったと。でさらに A 無視力。 B が成人とはいこんな感じでとりあえず人間関係図を書いておきます。で1番 A 夫婦が売却代金 A の D の弁済に当てるために高土地を売却した、はい、売却時点で弁済に当てるつもりがあったで C は買い受ける際にそのことを知っていたということで悪意これを前提に。 各問について答えなさい。括弧の1、B は C に対して土地の返還を請求できるかと。こういうことで、はい、A、1番1、括弧1、B の C に対する返還請求ですね。はい、答案構成もここから始まってます。B の C に対する請求は何所有権に基づく返還請求です。いいですね。物件債権どっち物件的請求でしょうね。所有権に基づく返還請求。 まあ、あるいは所有権に基づく、まあ消等規請求でもいいと思います。はいえー、所有権に基づく、まあ消等規請求でも結構です。はい、もうこれ私の手控えですのでね、答案構成ってもここから始まってますんでね、えー、所有権返還請求、ねえー、これも自分で見てわかるんだ、これで十分です。で、その要件としては B 所有 C 占有なしは B 所有 C 登記ですね、えー、これを言っていくわけですけども、まあ、ここは、ねえー、問題文からも。 その後売却してるとかね、いろいろあります。えー、その後公神戸以下がきっとたくさん出てくるだろうということで、えー、ここは請求税のところは軽く書いて終わりにします、僕だったらね。B としては、自分が所有する土地について C 名義の登記があるとして、抹消等を規制することが考えられると、もうこれ一言書いて、次、も神戸以下に入るという感じで私だったら進めていきます。はい、で、C の反論、はい、これを考えていきます。 はい、これ右から言ってる場合私は反論を示しているというねそういう感じになりますけれども、はい、C の反論何があるでしょうということでいくと C からすると何でこの土地手に入れたかっいうと A が B を親として代理したからですよねだから有権代理言うのがまずは原則でしょう親権者 A がそのフォーカス代理権に基づいて 件名を行い、C、に売却したということで所有権喪失の公弁ですねこれを主張すると考えられると。でこれについて824フォーカス代理権がありますけれどもこのフォーカス代理権826条の利益相反にあたるならば。 フォス代理権の範囲外になるんですけれども利益相反に当たりませんね本件は、はい、利益相反か否かは外形的客観的に判断するところ土地の売却は親権者に有利で子供に不利とは一概には言えないです ななので外形上利益相反には当たらないしたがって826の適用はないので有権代理に対する826の反論は通らないということになります。そうなると次の反論考えることになります。B としてはとりあえず C の有権代理の主張が来ているので。 有権代理に対して何とか無権代理だというふうな方向の反論できないかというところになってくるわけですが、はい、B としてはここですね A が借金の弁済に当たるために売った相手が悪意でしたということで代理権乱用ですよねこれを主張していくというのが次の主張として考えられますで乱用 については親権者の乱用の場合って特段の事情がいるっちゅう判例がありますよね。でこれに沿って考えると特段ののの事情の有無の検討が必要になりますここはちょっと乱用に関する基礎知識の まあちょっとね、えー、部分でありますけれども、親権者による乱用の場合には特段の事情がいるんですね。親権者は包括的な裁量を持ってますので、えー、特段の事がない限りは乱用にならないというふうに考えていきます。はいえー、この福祉に反するね、えー、法が権限を与えた趣旨に著しく反するような特段の事がない限りは乱用にならないと。はい今回、乱用になるかどうか。 500万の債務の弁済のために売ってます500万の債務の弁済のために売って借金のベース当ててますけれどもこれどういう借金かわからないですねもしかしたら子供 B の教育ローンで借りたものかもしれませんね教育ローンで借りたものであればこれを A が B の土地で返すというのは 別におかしくははななないなとい感じになるはずですでもこれが A の賭博で作った借金であるいは博打であるいは有興費で使った借金でねそれの弁済のために子供のうち使うんであればこれは親の与えられたその親権者としての役割から大きく背くこの福祉というね子供のためというねこれが親権者の,その代理権のポイントでしてね親権者の代理権子供のためというのが一番ポイントです。子供のためにならならい 親の借金ね賭博のための借金であればこれはちょっと当たらんぞというふうに思ってください。は判例の理解があればここは、場合分けできるような感じになると思いますが、えー、特段の事情ですね、はい。教育ローンならば特段の事情はありません。けども賭博ならば、断用に当たりうると。 はい、C 悪意なのでまあ賭博の借金でかつそれについて C が悪意であるならば107条の代理権乱用による無効の主張ができるので売買は無効となるとしたがって P の C に対する所有権を基づく返還請求はできるという結論につながっていきます。 謎だらけの記号かもしれませんが。 これ私の答案構成です、ねえー、まあ最終的にここまで絞れたらいいなっていうぐらいに思っておいてください。もうこれね、えー無駄に、無駄なものを全部そぎ落としたっていうね、えー、そういう答案構成になりますけれども、これで私はもう答案、一応ここで文章化できるね、えー、そういう感じになると思います。まあ、そこまでちょっとここはさすがに無理だと思えばね、ここにもう少し文字を書き足してね、いろいろと皆さんだったらまあ答案構成作っていただいたらいいですけれども、これで答案、まあ、できなくはないです、ね。原告 B としては所有権、事故が所有する土地に C 名義の登記があるとして、消灯規制することが可能です。 考えられるとでこれに対し C としては親、えー、権者 B、えー、新権者 A かな新権者 A が B の代理人として代表者として、8人を、えー、懸命して、えー、売却したものであるから有権代理として B に効果帰属すると反論すると考えられると。で、これについて B としては826条の履歴相反取引にあたりで特別代理に専任していないので無権代理となるという主張ができる、えー、考えられるけれどもこれについては認められない。 なぜならば利益相かどうかは外形的客観的に判断するところで本件の売却行為は子に不利親に有利とは言い難いからであると。などなどですで。そういうことでまあ答案構成はそれぞれのねえ答案作れるぐらいのベースがあれば結構なのでえそれがねえどれぐらいなのかこれは人によってそれぞれになってくるとは思いますけれどもまあこういう答案構成まあミニマムの答案構成こんな感じ。 ミニマムになるとこれぐらいでもう答案書けるっちゅうね。そういうようのがまあ理想的というね。そういう感じだと思ってください。まあ、ここまでいきなり慣れとは言いませんから、ね。最終的に皆さんも自分で考えて、これである程度答案書けるというベースができたらね、それで OK ですので、ここは、ね、いきなりここまでたどり着かなくても大丈夫よというふうにもとってください。はい。え括弧の2番。まあ、ここまでやっちゃいましょうかね。C が B に土地を返還したとき、C は B に対し500万の支払い請求できるかということで、はい。C から 500万の請求ですね。これができるかどうかと、こういうお話です。はい。債権の請求であることは確かです。債権的請求、約定債権、法定債権、代取り消しなどというね、そういうふうな3つの枠組みの中から選んでいくんですが、今回は無権代理で土地を返したんだからお金返してという、ま多分そういう趣旨になるんでしょうね。これをどういうふうに基礎づけるかと。 ということで、はいえー、考えれるのは121の日中ね、えー、これを無効の場合の返還請求現状回復というね、えー、これを使っていくのが一つ考えうるんですけれども現状回復でも B のところにお金入ってませんからね。 C から A に請求するんだったら121の2でいいかなって気がしますけどね渡した相手 C はお金 A ですからね A に返還請求するってなれば121の2でもいいかもしれませんがちょっとこれは B に請求するの何か変だなって感じがします B のところにはお金1個もいってないんでね、えー、そういう意味で現状回復ってえ B に返還請求とちょっと待ってということになるんじゃないかと思いますさら703不当利得これもちょっと難しいでしょうね不当利得なぜかちょっと B 利得がありません なので C 損失があっても利得がない以上は C の B に対する変換席は認めようがないというねそういうことになるだろうと思います。はいこれでもう問いの1かっこの2答案構成終わりまあもう少しね書くんであればなぜならじる印ですよね。 はい、B 受領してないから121の2では無理 B、りどくないので703も不可はい、えー、そういうような感じで、えー、検討して、当案構成作っていただいたらいいと思います。 はい。えー、問いのにやっちゃうと多分時間オーバーしてしまうかなというね、そんな感じがしますが、まあ問いのにはね、えー、無視力というところに着目した、まあそんなお話ではありますけどもね、2番についてはまたね、えー、これは講義、え引いていただいたらいいかなと、答案作成編の中で、ね、またね、検討すべき会ありますので、まあそこでお話ということにしたいと思います。はい。まあちょうどね、えー、時間的には60分ね、えー、過ぎてしまいます。多分24話し出すとね、えー、大幅に延長するね、<laughs> そうなりますので、まあちょっと今日はここまでということにしたいと思いますが、まあ一応問題の検討のまあ方法で であるとか、あるいはどう勉強するかっいうね、えー、そういったところのまあ指針が見えていただければ良かったかなというふうには思います。まあ、あのー、あくまでも今日のお話は総論に過ぎませんのでね、えー、具体的な中身というのはこれは、えー、講義、えー、答案作成編の中でねまたお話するようなことになっていきますんで、またよかったらねそちらの方も聞いていただけたらと思います。はい、ということで、えー、今日のガイダンスはこれで終わります。どうもお疲れ様でした。